チャオ、あっちゃんです。今日9月の26日、あっちゃん家の晩御飯の後のデザートタイムは、お昼に、ね、ファミマでデザートね、シェイク食べたから、その時一緒に買った、ファミマのスティックケーキ、彩りフルーツソースの白いチーズケーキ、128円、これ食べたいと思います。結構なんか綺麗でしょ、なんかね、うん、綺麗なので買ってみよう。出た出た、美味しかったよ、いしょよいしょ、いいです。で、いや、よいしょよいしょ、開けるの失敗した、破れた、やっこいから引っ張ったし潰れんの。ではいただきます。あ、うわ、おいしいね、うん、チーズケーキ、上のソースはね、ジャムみたいになってて美味しいね。うん、紫とオレンジと交互、交互じゃないな、綺麗なものになってるの、うん、波みたいな、うん、美味しいね、うん、味が濃い、うん、明日ちょっとね、お出かけするから、ロガックとかなんか一生懸命ます、編集中、今レンダリング中やね、で今9時になったところだから、日変わるまでに終われるかな、まだあのお弁当動画作ったところ、うん、そんなに編集入れないもん、文字とか入れない、美味しかった。何でもいいです。ごちそうさま。うん。今日はファミマの白いチーズケーキ、彩りフルーツソースの白いチーズケーキでした。美味しい。ファミマね、いいね。ファミマのスイーツ美味しいね、結構ね。うん、近くにファミマできてくれへんかな。ローソン。セブンでもええもんいっぱいあるからな。セブンのスイーツおいしいからな。セブンほんまなくなるの？セブンほんまなくなるの？知らん。知らん。言っとったんやけど。確実な情報調べといてよ。なくなったらたまらんわ。コンビなくなったら。せっかく近くにあったのに。ミニストップが来てほしいけど、まあセブンもいいねけどね、ローソン2つもいない、ローソンどっちか変わってくださいのに怒られんな。はい、ということでね、今日なっちゃん家の晩ご飯の後のデザート、ファミマの彩りソースの、白いチーズケーキでした。美味しかったです、ごちそうさま。またファミマね、あの外へ出る機会があったらファミマでいろいろ買ってみたいと思います。今日のあっちゃんのデザート動画良かったよと思ってくれたら、高評価をで応援コメント、チャンネル登録して、これからも見てくれたら嬉しいです。ではまたねー、バイバイ。